俺を殺した男は君の部屋に入っていったんだ。奴はなぜ君を探してたんだ。あいつはきっと母さん探してたんだよ。私じゃなくて、私はいないのと一緒。母さんと二人でわざわざそうしてんの。目立ちたくない人間もいるの。君の母親はなぜ狙われる？母さんも見える人。でも母さんはその能力で人の役に立ってる。だけどそのせいで狙われたのかも。人の役に立ってる？そう、ベルキラー事件の捜査に協力してたんだよ。知らない？霊能者の分析官。さあな、心当たりはない。アパートにこれがあったの。ベルキラーの手帳って書いてある。母さんの字だよ。ベルキラーの手帳。分析官だったなら事件について調べたことをメモしてあるかもな。警察署にあるだろう。マジで？おふくろさんはどこだ？多分死んでる。何も言わずにいなくなるなんて絶対ありえない。どこにいるか分かんないけど、いなくなったのは絶対ベルキラーのせいなんだ。今日あいつが来たのがその証拠。殺したなら奴はなぜ部屋に戻ってきた？知らない。やけになってもいいことはないぞ。早く。なぜあの部屋に住まない？あんたみたいな連中がしょっちゅう訪ねてくるから。家族と最後に一目合わせてほしいだの、問題を解決してほしいだの。母さんといたいけど、私は一箇所に長く住めない。あんたたちにすぐに見つかっちゃうから。俺のガキの頃と似てるな。気持ちはわかる。あ、そう、好きにすればどうでもいいし。それじゃあ君はなぜあの部屋にいたんだ？あそこに住んでんの。てか前に住んでた。 2,3 日前から母さんいなくなってさ。もともと留守がちだったけど、こんな急にいなくなるなんて初めてだよ。俺を殺した奴に見覚えはあったか？誰だか心当たりはないか？いくら手がかりゼロだからってその辺の人に犯人の正体聞いて回るってどういうこと？そんなんだから解決できないんだよ。目撃者だから聞いてる。大体誰が君を助けてやったと思ってるんだ。一人じゃ危険だ。誰か護衛がついた方がいい。警察は人探しも仕事だ。君を見つけたようにおふくろさんも見つける。これはもう君だけの問題じゃない。超無理。そりゃ確かに命の恩人だし感謝してるけど、あんた助ける気ないし助けもいらない。あった。じゃあね、頑張って。どうぞお元気で。どこ行くんだ？ちょっと待て。頼むからちょっと待ってくれ。おふくろさんにも関係あることなら俺たち協力すべきだ。協力？死んでるくせに何ができんの？一人でやるからもう来ないでよ。何か隠してるな。追いかけるしかない。降りる道を探そう。
心配しすぎだ。何も起きはしない。出かけるのかい？はい、でも戻ります。先に寝てて。ああ、気をつけるんだよ。どうなってるんだ。最近立て続けに人が殺されてるもの。でもここなら安全だ。新山の崩壊の陣。Thank you.
そう、どうする。なんだよ。なあ、あの子どこ行った。今すぐ逃げて警察署で手帳を探しなさい。そうか、例の手帳を盗みに警察署へ行ったんだな。まったく無茶するな。おふくろさんは警察の協力者だとさ。なんだよ、冷たいな。警察署に戻るか。